ンジだな。オレンジのマクラーレン。マクラーレン。600LT ね。600の LT か。マクラーレンな。遠いな。これは。スーパーか。今回スーパーカー結構多かったんでな。がっつり開けてくれてね、オープンにしてドアまで。マクラーレンね、3000万円ぐらいか、すごいな。これ買えんよ、でもなかなか。600の LT だとなんかマフラーがこう上から出てる感じなのか。これなんか独特だよな。 600LT ね、了解しました。はい。はい。了解しました。はい。600LT。マクラーレン。マクラーレン。600LT。マクラーレンだな。これマクラーレンさらにワイドボディしてあるな。めちゃくちゃ幅広い。ガルウィング。ボンネットのこのラッピングもね、すごいね。3番ピットぐらい、ちょうど3番ピットあたりだと思いますけれども、かっこいい、マクラーレン、これ、なんだろう、720かな、最新型の720かもしれんな、なんだろうな、すごいな、シートホン、720か、720の S だな。ステアリングバックスキンで、ここがもうすごいね、内装のこういった感じ、シートもね、あえて本革ではないんだよな、これすごいな。オーディオもこれ確か高級オーディオメーカーのあれが使われてんだろうな。このホイールのインチ数もすごいね。タイヤ P0、 これはこのホイールかっこいい。マクラーレンね、ワイドボディ、最初からワイドボディか、すごいワイド、めちゃくちゃワイド。9時40分オープニングセレモニースタートとなります。マクラーレン、マクラーレンね、マクラーレン 720S だね。マクラーレンの720、まあ720の S か、かっこいい。バタフライドア、2780万、安いな。ほっとするかと思ったけどな、案外安いね。4000万ぐらいするかと思ったけど、なんか独特だよな、これ上がり方ね。狭い駐車場で降りれんね、これ。お母さんの買い物用にはちょっと使えんか。720です。780万円レースブレーキ、かっこいい。720S。 ガルウィングバタフライだな。